ヤオコーキッチンのトヨタです。ライトフレークと、パプリカのサラダを作らせていただきます。材料はこちらです。ライトフレーク、オイルを使用してないタイプです。アンチョビ、パプリカ1個、そしてエクストラバージンオリーブオイル、あと使うのは水と塩だけです。最初にライトフレーク、オイル不使用の缶を開けて、このスープを別の器にこんな感じで取っておきます。あまり無理して絞るほどじゃないんですが、適度にスープはスープで分けておいてください。そしてパプリカはこれぐらいの大きさ、食べやすい大きさに、千切りといいますか切り分けておきました。先ほど分けたスープに水を 80cc です。ほぼ倍にするぐらいのイメージになると思います。で、塩を2つまみ。お塩は本来イタリアで作るときはもう少し濃いんですけど、どちらかというと、ヘルシーに減塩気味に仕上げます。冷たいフライパンにエクストラバージンオリーブオイルを大さじ1杯入れてください。フライパンが必ず冷たい間にエクストラバージンオリーブオイルは入れてください。このオリーブオイルの中に先ほど、スープを別にした、ライトフレークをすべてこのフライパンの中に入れてください。このままオリーブオイルの上にちょうど乗るように缶の中をすべて入れてください。フライパンに蓋をして強めの中火にかけてください。このまましばらくかけるとフライパンからパチパチパチという焼ける音がしてくるはずです。まずはそれまで待ってください。フライパンからパチパチという音が出てきました。この音が出てきてから約2分間、大事なことは蓋を開けないことと、混ぜないことです。フライパンに接した面をこんがり焼きたいんです。私が蓋をしてくださいと言った理由は、この蓋、ガラスの蓋を使っていますのでよく見えると思います。ものすごく跳ねるんです。魚の身の中に水分がたっぷり入ってますから、これで蓋をしないとキッチン周りがベトベトに汚れます。あくまでもこの蓋をしたのは熱やいろんな意味ではなく、キッチンを汚さないためです。音がし始めてから2分間が過ぎました。これで一旦火を止めます。このまま、1分ぐらいかな、音が収まるまで待ってください。イタリア料理の大切な条件の中に、いつも5つだとお話しするんですが、あまりいろんなものを用意しなくていいこと、あまり珍しいものは使わないこと、高いものを使わないこと、時間をかけないこと、体に悪いものを使わないことと5つある中で、この蓋をするのは時間をかけない、要するに後の掃除を楽にするためのものです。ちょうど音が収まりました。音が収まる前に開けるとこれが飛び散ってキッチンを汚します。これで一度全体をほぐすように混ぜておいてください。焼いたカツオの上にパプリカを乗せます。このまま全体にパプリカがカツオの身全体を覆うように乗せてください。そして再び蓋をします。最初に焼いた時と同じです。もう一度強めの中火にして、まずは音が出るまで待ってから2分間このまま焼きます。パチパチという音がしてから2分が過ぎました。これで再び火を止めてください。この時もまた音が収まるまでは待ってから蓋を開けてください。ただ今回の方が、カツオの上にパプリカが乗ってますから、はるかに早い時間で音は収まるはずです。音は収まりました。蓋を開けます。そしてここに最初に用意した、ライトフレーク、カツオのスープとお水と塩を混ぜたものをこのままフライパンの中に入れます。ここからはまた強めの中火で全体を沸騰させてください。今回ここでカツオの味を、パプリカに十分染み込ませます。
フライパンの中のスープが沸騰し始めました。そこにアンチョビ、アンティカトンナーロのアンチョビを2枚入れてください。このシチリアのいつもおすすめしているアンチョビ、これが見事にカツオの味を引き立てます。そしてアンチョビをスープの中で潰してください。で、ある程度全体を混ぜておいてください。この後この水分がちょうどなくなるぐらいで、パプリカに、アンチョビの味とカツオの味がしっかり染み込むはずです。カツオやパプリカの周囲の水分がなくなって、なんとなくそろそろ焦げたりしないかなと思えるぐらいまでしっかり火を入れてから、これでもう一度混ぜてみてください。まだフライパンの中に水分が十分残ってるのがわかるはずです。これからここまで火を入れてももう少し、ところどころが、焼き目がつくぐらいまで火を入れるのが美味しく仕上げるコツでもあります。この時にもし、火を入れるのはなんとなく怖ければ、ちょっと火力を気持ちだけ弱めてください。ここで水分を残すと全体的な仕上がりとして水っぽくなります。いくら火を入れてもなかなか水分が減らないと思われる方もいると思います。実はこれはパプリカの中からも水分が出てるんです。でも大体これぐらいになったらもうほぼ、こんな木べらで混ぜてもフライパンの底に水分が残っていません。これで火を止めて、最後に、大さじ1杯のエクストラバージンオリーブオイルを振りかけます。これは味付けのためのオリーブオイルです。これで完成です。盛り付けさせていただきます。真っ赤なパプリカとベージュといいますか、うっすら茶色のカツオのフレークがとてもきれいな料理だと思います。この料理はどちらかというとイタリア料理には人肌程度という言い方があるんですけど、常温ティエピトというイタリア語で言い方はするんですが、で食べるおつまみなんです。先ほども言いましたように、できるだけいろんな材料を使わないというイタリアの家庭料理のまさに典型的な料理で、赤ピーマンが美味しくなった季節に、缶詰だけで作れるとても気軽な料理です。この料理には、世界で一番飲まれているワイン、プロセッコをおすすめします。よく冷やして、人によっては凍る手前ぐらいまで冷やしてという人がいます。このモレットのプロセッコ、本当に美味しいお酒です。この、パプリカとカツオの料理をつまみに楽しんでください。